前回話したことで、イーロン・マスクの話をされていて、で、まあ、彼はやっぱり世の中の、まあ、いろんな意味でゾーニングに向けて可視化しようとしてんだという話されてましたよね。で、イーロン・マスク結局、まあ、自分はツイッターのヘッドとして辞めるべきかっていうアンケートを取って自白してましたけど、その後のイーロン・マスクを見てて、やっぱり予想していた通り、やそれは方向性としては、イーロン・マスクといえばさっきイノセンティズムの話をしましたけれども、アメリカのそのイノセンティズムのね、真髄って、素朴でかつ正直であることなんですよね。で、例えばね、陰謀説を信じている人たちだらけになったとしましょう。で、それは国家の視座から見れば由々しきことだけれど、陰謀説が出てくるやつがこれだけいるってことがわからないと、じゃあどうしようって思わないじゃないですか。で、イーロン・マスクが本当のことをどう思ってるか僕は分かりませんけれども、あまり考え抜かれていない、そのいわゆる規制レギュレーションによって社会的な建設空間が一見粉飾決算されて豊かであるように見えるっていうのは、やっぱり社会を見誤ると思うんですよね。だからネット空間にもう世豚がうようよ湧き、クソヘミがうようよ湧いてるような状況がやっぱり見えるっていうことが大事で、で、自分はそうなりたくないなとか、自分の仲間にはそうなってほしくないな、自分の子供はそういうふうに育ってほしくないなっていうふうにやっぱ思えることがやっぱり重要じゃない大か。事ですよね。で、もちろん名誉毀損とか誹謗中傷とかって限度を超えたものは違法だっていうことで処罰されるべきだけれども、だからといって考え抜かれていない、一見良さげなレギュレーションによって実は社会がうまく回ってるように見えるっていうのは非常にまずいと思います。そこは多分ひろゆきさんを評価する一部分そうでですはありね、ますよね。そうまあですもうね。別にパーフェクトではないけど、彼はそのある種の、そのこんなこうだって決まってそうるけど、です。実はそれを疑ってみた方がいいんじゃないだかっかてら、こ二とちゃんではす公衆か。便所だっていうふうに言われてましたね。でも僕は公衆便所があるんで、便所のよかっ落書たきみたいがな。見れるわけでしょ。そ便れ所いいのな。落書きが見れるって、そのいいじゃないですか。じゃあ、ひろゆきさんで言えば、この前、まあ、2チャンネル乗っ取り訴訟で勝訴したっていうのが出ましたけれども、私ちょっと奇に感じたのは、一方ではそうやって裁判所に訴えて判決を得る一方で、一方では裁判所から受けた賠償命令っていうのは無視してると。それってやっぱり制度の使い方としておかしいというか。でもそれはね、もう何度も言ったことだけど、それはまあいわゆるひろゆきの不道徳なところでしょうね。で、法と道徳は違うので、もしね、それを批判したいのだったら、法改法律正をを使しって、ね。処罰できるようにするしかないんまあ、だからです実よ。際21年かなんかから改正して刑事罰適用になるってなって払い始めてるので、そういう不道徳な人にはそういう法律が必要だってことですだからよね。みんなが不道徳だと思うのだったら、公正なやり方で法改正やをれば。する必要がありますよね。1点聞きたいんですけど、すみません、最後。まあ、子供の時からね、おそらくもう大学生になるとそれぐらい萎縮しちゃうってことは、子供の時からもっとその自分たちの自由な発想で、その大人たちが見えないものを自分たちが考えていくんだみたいに、こう自由に伸び伸び考える子供を作るっていうのはすごい大切なのは分かったんですけど、今今回この宮台さんの襲撃した犯人もそうですけど、まあ、ひたすらもう引きこもっちゃってて、友達と出会うことさえ拒否してしまってる。まあ、8050問題もそうだし、おそらく私たちのロスジェネか、ロスジェネ世代もそうですし、私も確かに何人かもうコンタクト取れなくなってる仲間っていうのは確かにいて、そういうこう誰ともその接点を持つこと自体、親ともだからその彼は多分拒否したっていう意味では、そういう人はどうしていけばいいのかなとか、もしくはそういう人を抱えて苦しんでる親っていうのは結構多分いっぱいいるんだなと思でうんですもね。皆さんね、周りこれにどうね、していけそうばいいう方がいらっしゃれかば分かると思うけど、そうなってから何とかするっていうのはとてもも難難ししいことです。で、例えばね、エリクソンだったら基礎的信頼っていうけど、人間っていうのは基本的には良いもので、だから自分も基本的には良い存在で、だからお互い承認し合える、助け合えるっていうふうな感覚を、できるだけ小さい小さい時から思春感期じにる。至るまで、だから思春期って鬼門なんですよね。
まあ、よく自己形成自我形成のプロセスって言われるけど、いわゆる自己防衛的な力、自己防衛規制がすごく働くようになるので、あのパラメーターあるいは偶然の組み合わせによってはね、例えばだからいじめを通じてとか、誹謗中傷を通じて、まあ、人間不信に陥るってことがありますよね。だから僕は昔って言っても、今からそうね30年近く前、クローズアップ現代でね、あの用語が違わなければすぐに別のクラス、あるいは別の学校に移動できるシステム、あるいはクラスがない、まあ新宿山吹高校みたいなねシステムが大事だよねっていうふうに言ってました。固定したクラスに、押しとどめられて、それに適応する以外に生きようがないって言ったら、もうそれが無理だったら引きこもっちゃうでしょ。でそうならなくて済むようにする必要がある、仕組みとして、はい、っていう。だからもうこれ30年前にしたことをまた言わなきゃいけないのかっていう。でも今フリープールは増えて、一応不登校もね、うん、過去最大値になって、まあ、そういう意味ではちょっと少しは根本的な仕組みは何も変わってないでね。やっぱりこれでもキーワードはつまんねえなんですよ。なんで不登校になるのって、つまんねえからなんですよ。あのね、もちろんいじめとかで不登校になるやつもいるけど、多くの人は学校に行く気にならないから行かないっていうふうに今なってるんですよね。だから昔の登校拒否って言われた時代とは、あのまあ、大人から見ると随分軽い動機で行かないんだなと思う。で僕に言わせると真逆で、つまんねえから行かないっていうのはとても重いことだよ、うん、そうですね、子供がそう思ってしまうっていうのはね、うん、だからなんでつまんないのかをね、僕たちは考える必要がある、ね、無駄なブラック校則とか今出てるけど、多分魅力がないわけですよ、子供から見て。人間関係もそう。だから僕94年にね NHK で渋谷音楽世紀末っていうね、クラブの番組を、まあ、作りました。あの MC あるいは取材、構成台本の一部担当しました、うん、ご覧になりましたよね。検討します。でその時面白かったでしょ、MC がこれやってるんだって、ね、結構でもそれそう、まさにでもみんな言ってたでしょ、家がつまんない、うん、学校つまんない、うん、ね、あの当たりされない会話しかできない、うん、だからまあ要するにこれ後のね KY を恐れてキャラを演じるっていうのがもう90年代には一部自覚されている、うん、でだけどクラブに行くと見ず知らずの人間たちだけど、うん、そういうなりすまし的な鎧を脱いで、うん、自分を別にさらけ出すってほど大げさじゃないけど、作らない自分でいられるっていうね。で、ああそうなんだな、うん、あの昔のディスコの時代と違うんだなっていうふうには番組で僕言いましたよね、うんうんうん、ディスコって晴れの場所、うん、だからむしろそこで盛り上がりに行くんです、うん、でもクラブはそうじゃなくて、学校も家も地域も成りすます場所で緊張を強いられるから、むしろ脱力しに行くんですよね、当時のクラブはね。まあ短い期間でした。96年ぐらいからまたそれ変わっちゃいますけど、そんだけ脱力する場所がなかった。でも脱力する場所として一定のものが提供されていた。あるいは連続交際のね舞台になったデートクラブっていうのも、実は最初はそういうものだったってことはね、僕の本にも書いてありますよね。だから学校、家、あるいは地域がそのつまんねえってことは非常に重い重大なことなんですよ。